あと、まあ、上に合わせるとしたら、例えば、まあ、この辺のイメージするとしたら、かっこいいマニッシュスタイルとかジャケットスタイルとかがお似合いになりそうなお顔立ちをされてます。まあ、こういったファッションよりかは、こういったフェミニンスタイルの方がすごい可愛く見えると思います。例えばなんですけれども、こういったデザインのイヤリング、ピアスですね、つけてみると女性らしさっていうのがぐっと際立ってきますね。前髪とかも横に流してあげたりだとか、もしくはもうかき上げてあげるとか。で、ウェーブ、下はウェーブの効いたデザイン。このレースが効いてて、可愛らしい、華やかに見えますし、これは柄でご紹介したようなドット柄が丸みを帯びています。失礼しますね。このパフスリーブになっている襟袖、袖元ですね。あとこの辺りもふんわり風になびきそうな、この辺だとやっぱりもう角が取れてしまっていて、丸みがあって可愛らしい感じになってくるので、先ほど紹介したスニーカーの違いですね。似合うスニーカーはこういった細身の上品なデザイン表情で、はい、いちます。面長ですっきりとした顔立ちになってくるので、丸みがあって縦に揺れるようなピアスっていうのも非常にお似合いになってきますけど、まあ、こちらはエレガントさんですよね。ソフトエレガントさんです。あと丸みで言うと、このレオパード柄、フェミニンさん実は得意な柄です。本当ですか。素敵。いらっしゃいませ。では、手の消毒をお願いいたします。はい、あとすいません、スリッパの履き替えをお願いいたします。ご案内いたしお願いします。本日はご来店ありがとうございます。トランスビューティーです。東京恵比寿にあるサロンでございまして、完全個室のサロンになっております。ヘッドスパを中心にカット、カラー、あとはパーソナルカラー、骨格診断などを行っております。前回は、パーソナルカラー診断を受けていただきましたので、今回は顔タイプ診断をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では顔タイプ診断の説明をさせていただきますね。顔タイプ診断っていうのは、お客様のお顔のパーツの付け方とか形からで分かる、お洋服の似合うジャンルというものを見つけていく分析診断になっています。今大変人気のある診断になっておりますので、楽しみにしていただければと思います。今回の顔タイプ診断で分かることというのは、似合うお洋服のテイスト、ジャンルはもちろんなんですけれども、ヘアスタイルだったりだとか、あとはアクセサリー、お洋服の素材、あとはファッションのアイテムなどが分かるようになりますので、トータル的にお客様の似合うファッションのテイストというのが分かってくるかと思います。お洋服の似合うジャンルが変わってくるので、お客様によっては大幅にイメージチェンジをされる方もいらっしゃいますし、何よりおしゃれの軸ができますので、より洗練されたファッションを楽しむことができます。で、ツイックス様はどの顔タイプになるのか楽しみですね。では、顔タイプ診断を分析する上で必要なのがお顔写真になりますので、今から顔写真を撮らせていただこうかと思います。では、ツイックスさん、写真撮りますので、無表情、真顔で正面を向いていただいていいですか？表情で、はい、いちぎます。真横お願いします。
はい、ありがとうございます。このいただいた写真をもとにこちらでちゃんとパーツの比率とかっていうのを分析して顔タイプというのを決めていきます。ですね、こちらで顔の印象というのが服のテイストを決める上でどれほど重要なのかというのをご説明しようと思います。ではツイックス様、どなたでもいいので誰か大事な方を思い浮かべていただいてもよろしいですか？はい、思い浮かべましたか？その方をイメージするときって顔を思い浮かべること多いと思うんです。その方の髪の毛だけとか、うん、体の形だけとかでその方をイメージすることって、まあ、あまりなくてですね、やっぱりその人をイメージするときは顔を中心にイメージすることが多いんです。なので人はやっぱり顔が大事になってくるということがここでわかります。で、こちらで写真を2枚ご用意してみました。全然違った印象に見えませんか？こちらの方ですとちょっと結構こうすっきりとしてシャープなお顔立ちをされているので、うん、イメージするとしたらかっこいいマニッシュスタイルとかジャケットスタイルとかがお似合いになりそうなお顔立ちをされています。で、一方こちらの方っていうのはちょっとお写真でも見えてはしまってるんですけれども、まあ、ガーリーでフリルのあるようなファッションが似合いそうなお顔立ちをされています。やっぱり顔の印象って服選びには大事になってくるんですね。ここで結構顔の印象って変わってくるんですけど、そういった世代感、年齢っていうのが顔タイプを決める上でまず重要な要素の一つ、世代感。二つ目は、シャープな顔立ちをされているか、例えば目がキリッとされているとか、フェイスラインがすっきりしていてっていう方とかはやっぱりこう直線的でクールな印象に見えるので、そういった直線なのか曲線なのか、曲線は逆に目がこうクリッとしてて可愛らしかったりだとか、お鼻も丸かったりとか、ほっぺもこうふっくらされている方っていうのが丸みがあって曲線という風になるんですけど、まず一つ目の要素は世代感ですね。で、二つ目に重要な要素は形状です。この二つの、分析をさせていただいて、当て込んでどれに当てはまるのかっていうのをこれから診断していきます。結果なんですけれども、まず世代感でいうと大人っぽい顔立ちをされてます。そしてパーツは丸みを帯びているというところから、大人顔曲線のフェミニンさんになりました。このフェミニンさんというのは印象としては女性らしい、そして、美人に見えるっていうのと、まあ、美人な方多いんですけれども、あとは華やかでエレガント、そしてちょっと色っぽい感じも持っているっていうのがフェミニンさんの印象ですね。すごく女優さんとかもここに値する人多いので羨ましがられる顔タイプになってます。今回はツイックス様に事前にお手持ちのお洋服をいくつかお持ちいただきましたので、今日の顔タイプ診断の分析結果をもとにどんなファッションが似合うのかっていうのをご提案していこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。いつもでしたら事前にお持ち
いただいたりはしていないんですけれども、見てほしいだとか、これのお洋服似合うかなっていうのを確認してほしいといった場合は、お持ちいただきましたらこちらでご提案、見てご提案することは可能ですので、ぜひお手持ちのもの、何か見てほしいものございましたらお持ち寄りください。今日のお洋服だと結構カジュアルな感じに、はい、見えるので、それをフェミニンさん寄りにもっとブラッシュアップするためには、例えばですけれども、やはり丸みのあるデザインが得意、ふんわり感が得意ということもあり、こういったフレア感のあるドット柄のスカートっていうのは非常によくお似合いになります。あと、まあ、上に合わせるとしたら、例えばこの辺のカーディガンが結構ふんわりしていて可愛らしいデザインになってますし、中のシャツは、結構パリッとした素材で、生地感的にはややかっこよさはあるんですけれども、ただ襟元部分が U ネックになっていて、硬さが程よく取れているんですね。なので似合いやすいんじゃないかなと思います。その上に羽織るカーディガンはふんわりしたものを入れてあげると、このちょっとかっこいいワイシャツの上にふんわり感で女性らしさを足してあげる、たら、まあ、調和が取れるんじゃないかなと思いますので、これでコーディネートで合わせるとなるとね、結構可愛らしい感じになってきますね。でかつアクセサリーとかも丸みのあるものをつけてあげると女性らしさが際立ってきますので、すごくフェミニンな感じになるんじゃないでしょうか。同じ黒のトップスでもふんわり感を足してあげると一気に女性らしさが出てきます。失礼しますね、このパフスリーブになっている襟袖、袖元ですね、とこのあたりもふんわり風になびきそうな、感じが出ているので、非常に黒のトップスでもちょっとデザインを変えてあげるだけで女性らしさっていうのは演出できますね。全体的にやはり女性らしいな、フェミニンだなっていう印象があると思うんですけれども、まあ、説明をさせていただきますと、こういったところでフェミニンさんのコーディネートです。こちらになると、まずこの袖の部分にフラワーデザインというか装飾が施されていて、もうこれだけですごく女性らしいようなテイストですね。でこのスカートもちょっとこう体に沿うようなボディーコンシャスなスカートになってて、ちょっとセクシーな感じ、女性だから着れそうな素敵なデザインをされてます。こちらになると、ふんわりとした柔らかなブラウスに、先ほど同様フレアの効いたスカートですね。で、フェミニーさん顔のパーツが丸いので、基本的にはふんわりとした素材感っていうのはお似合いになります。なのでブラウスもふんわりで、スカートもふんわりフレア感っていうものはよくお似合いになってきます。まあ、こっちだとふんわりトップスの話ですけれども、ふんわりっていうのはちょっとこちらに比べれば少ないんですけど、こちらはこちらでちょっとこう柔らかい素材で、こう体に沿うようなセクシーさを持っているので、これはこれでお似合いになるデザインです。で、こちらは
このコーディネートと同様にふんわりとした白のシフォンブラウス。ボトムスは、綺麗に美脚に見えるようなデザインをしていて、足元はすっきりしていて、やはり全体的に女性らしさっていうものがよく際立っています。バッグは結構これ麦わら帽子みたいなバッグなので、まあ、柔らかいというのはフェミニンさんには大事なキーワードになってくるので、こういったところもグッドです。で、最後こちらのコーディネートは、子供顔の曲線のキュートさんでもよくお似合いにはなるかと思うんですけれども、フェミニンさんも似合います。まあ、やっぱり全体的にふんわりとしているっていうのが、特徴ですね。でもフラワープリントであしらわれているので、華やかで女性らしいというのがこうポイントになってきます。ではこれ比較してみてほしいんですけれども、これは先ほど言ったフェミニンさんのお洋服です、ね、でこちら側はフェミニンさんとは違うタイプのコーディネートをご用意してみました。こうやって比較すると結構ジャンルが全然違ってくるんですけれども、フェミニンさんが苦手とされるコーディネートっていうのは、カジュアルすぎたりだとか、あとはボーイッシュだったり、子供っぽいファッションだったりだとか、あとはこうクールさが、ハードなレザーとかのハードな、コーディネートっていうのは、ちょっと苦手な傾向ではあります。まあ、それらがこういったコーディネートになってきますね。似合うアクセサリーなんですけれども、今つけてらっしゃるピアスもとてもお似合いになります。ただフェミニンさんにピアスをいくつかお持ちしましたので、ちょっと試していただいてもよろしいですか。ありがとうございます。これちょっと、はい、よかったら。例えばなんですけれども、こういったデザインのイヤリング、ピアスですね、光沢感のあるパールがついてまして、ちょっとこう縦に伸びることで大人っぽさっていうのも出てくるのがこのデザインです。ここつけてみると女性らしさっていうのがグッと際立ってきますね。あと、もう少し華やかにしたいということであれば、エレガントさん寄りにはなってきてしまうんですけれども、華やかに美中のついた丸みのあるデザイン。こちらもよくお似合いになるかと思います。だったら、やっぱり丸みのあって、女性らしいデザイン、こういったものの方が可愛らしく華やかに着飾ることができますね。ツイクー様が作られているピアスをお借りしたんですけれども、フェミニンさんに似合うピアスだと、これがとっても似合う。ツイクー様もこれ入れるピアスすごくお似合いで、上品に見えるし、はい、女性らしく見えてとっても素敵で、もう一個お借りしたんですけど、この私好みのこの緑のストーンがあしらったピアスがあるんですけど、こちらは、まあ、フェミニンさんっていうよりかは、まあ、ソフトエレガントさんとかエレガントさんがよく似合うピアスにはなってきます。まあ、要因としてはこれちょっと四角くなっていて、直線的要素が入ってきます。甘い感じではなくて、
どっかこうかっこよさもにじみ出るようなモチーフデザインになっているので、こちらはフェミニンさんのピアスではないんですけど、ただエレガントさん、ソフトエレガントさんのファッションにしたい時とかにぜひこれはつけてみるとおしゃれに見えるんじゃないでしょうか、うん、でこのピアスなんですけれども、これはこれでとても可愛らしいデザインですね。キュートさんとかアクティブキュートさん、フレッシュさん、クールカジュアルさんなどがお似合いになりそうなコロンとした可愛らしいデザインのピアスですね。光沢感のあるパールがあしらわれているものが結構多いのがわかりますね。大人顔というところで、ちょっと面長になってくるんですね、お顔たちが。まん丸でこうっていう感じではなくて、面長ですっきりとした顔立ちになってくるので、縦に揺れるようなピアス、丸みがあって縦に揺れるようなピアスっていうのも非常にお似合いになってきます。では逆にちょっと違和感が出てきそうなデザインですね。例えばこれ直線的なんですよね、まあ、これはこれで可愛いんですけれども、ツイックス様の場合はやはり女性らしさが欲しい、丸みが欲しいというところで、これだとやや物寂しげに見えます。あとはこの辺りのピアスとかも結構ハードで、かっこいいピアスの形になってくるので、ツイックス様のお顔たちとはやや違ってくそうなピアスの形では、フェミニンさんとは違うタイプのアクセサリーの比較をご用意してみました。この星とかこれ花柄になるんですけれども、フラワーの小さい、モチーフのものになってくると、アクセサリーになってくるとポップな印象になってしまって、ちょっとカジュアル感が出てきます。これはこれで可愛いんですけれども、フェミニンさんのコーディネートをしようと思うとこの辺は若干似合いづらくなってくる。ネックレスとかだと、これはこれで可愛いんですけれども、やはり V の字になっててシャープな印象になるので、せっかくの丸みのあって可愛らしいお顔立ち、ちょっとこう軽減されるような印象にはなってきます。フェミニンさんのバッグもアクセサリーとかお洋服同様に、基本的には丸みのあるデザインがお得意になってきます。でテイストはやっぱり女性らしいっていうのがテーマになってきますね。このバッグ、角張ったものはありません。うん、まあ、この辺だと四角には見えるんですけれども、素材感でちょっともちっとしてたりするので、あんまりハードな印象には見えないかな。この辺だとやっぱりもう角が取れてしまっていて、丸みがあって可愛らしい感じになってくるので、こういったバッグはフェミニンさんよくお似合いになります。こちらがフェミニンさんではないタイプのバッグです。まあ使いやすいんですけれども、こういったキャンパス時のトートバッグだとカジュアルすぎてしまう。この辺りだと遊び心があって可愛いんですけど、フェミニンさんのお洋服だとちょっと派手すぎるかな、可愛らしすぎ、ポップな感じになってしまうかな。この辺だともうかっこいい感じになってくるので、このふんわりとしたトップスとかスカートに合わせるとなると似合いづらくはなってきてしまいます。可愛いんですけどね。ちょっとこういうのは使ってました。でも私も
そうは言っても子供がおキュートなんですけど、私自身がそれでもやっぱりこういうのは自分が好きで持ってたりはするので、無理に顔タイプ診断でフェミニンさんだからといってもう角張ったもの全部捨てちゃおうみたいなの考えなくしてしまっていいので、こういったものを使ってはいいんですけれども、だったらお洋服はちょっとこう丸みのあるデザインにしてあげようとか、もうパーソナルカラーで持っていこうとか、そういった調整っていうのは必要になるんですけれども、フェミニンさんのシューズはやはり女性的でセクシーなものもあります。パンプスは基本的にお似合いになりますね。こういうものだとここにレースアップがあって、フェミニンさんならではのシューズかなと思います。このローヒールのパンプスもここがポインテッドになっていて、ちょっとこう直線的なデザインもあるにはあるんですけれども、ただこれ柄がドット柄で丸みがあったりだとか、リボンがあって女性らしいデザインになってくるので、トータル的にとてもよくお似合いになります。こっちのパンプスだと、結構シャープでプレーンな感じにはなってくるんですが、ただやっぱり足首が綺麗に見えて女性っぽいセクシーな感じになりますし、あとはここファーがついてて、もうこれだけで丸みがポンって乗っかってくるので、フェンニーさんはカジュアルなスタイルがちょっと苦手っていう話をしたんですけれども、そうは言ってもじゃあスニーカー履いちゃいけないのかとなりがちなんですが、そんなことは全くないんですね。スニーカーもどんどん履いてしまっていいんですけれども、ただ、ポイントとしてはきれいめなデザインであることっていうのを意識してほしいです。例えばこれだとニューバランスさんとかナイキさんとかのこうスポーティーなスニーカーっていうよりかは、こういったちょっとこうレザーの効いた細身のスニーカーっていうのがきれいめになってくるので、そういったところで程よいカジュアル感をしていただけるアイテムです。でこっちのスニーカーはデザイン自体は結構スポーティーなんですけれども、ただ色味的に結構上品に見えるので、やっぱり色の効果で上品に見せるというのもテクニックの一つです。ブーツも基本的にはお似合いになるんですけれども、やっぱりこう女性らしいすっきりとしたデザインっていうのは結構お似合いになってきますね、うん、では反対にフェミニンさんではないシューズの比較です。まずこちらだと丸みがあるのでフェミニンさんでも履けないということはないんですけれども、まあ、このデザインだとちょっと子供っぽさが出てきてしまうので、本来のフェミニンさんよりは子供らしい印象にはなってきます。でこっち側に行くと先ほど紹介したスニーカーの違いですね。似合うスニーカーはこういった細身の上品なデザイン、ただまあさっき言ったようにこれはちょっと色味的にもポップに見えます。ただ色味を例えばヌーディーに抑えてあげるとか、色味で調整するとか、そういったところで上品に見えれば問題なく履けます。このシューズだとやはりカジュアル感が前面でできてしまうので、フェミニンさんのスタイルとは相性が合わなくなってきます。でこの辺はもうクール、かっこよさが際立ってきてしまうので使いやすいんですけれども、ちょっとこう華やかさとかセクシーさっていうのは落ちてはくるかなっていった印象です。だったらやっぱりこういったレースアップとかリボンがついているとか、そういった方が可愛らしく履きこなすことができます、うん、お洋服の柄なんですけれども、フェミニンさんは丸みの要素が強いので、やはり柄も丸みのあるものが
お似合いになってきます。その代表はやはりドット柄ですね。ドットブラウスとかそういったものは非常によくお似合いになります。あと丸めて言うとこのレオパード柄なんですけれども、レオパード柄一見クールな印象には見えがちなんですけれども、先ほども言ったように色味で抑えてあげるとかすればすごく得意、セクシーに見えるので、フェミニンさん実は得意な柄です。秋とかになってくるとレオパード柄のアイテムとかが増えてきたりするので、そういった時にぜひレオパード柄取り入れてみるといいと思います。こうと思ってました。本当ですか。素敵。私も欲しい。いいですね。レオパード柄使いこなせるとグッとおしゃれに見えますからね。なのでこれからもぜひ使ってみてください。フェミニンさんということでやっぱり女性らしいデザイン柄っていうのが似合うので花柄も得意です。で最後このグレンチェック柄ですね。チェックで言うともうこれだと直線的に見えてはくるんですけれども、ただこのグレンチェックは着てみると上品に見えるので、そういったところで、フェミニンさんがチェック柄を着るならこういった繊細に見えて上品に見えるグレンチェックっていうのは、よくお似合いになってきますね。続いてフェミニンさんの似合うヘアスタイルです。フェミニンさんは先ほども何回か言ってるんですけれども、丸みがあって上品、華やかっていうのがキーワードになってくるので、こういった丸みのあるウェーブの効いたデザイン、ヘアデスタイルっていうのは非常によくお似合いになります。前髪とかもこうおかっぱとかバチッてしてしまうと直線的に見えてしまうんですけど、横に流してあげたりだとか、もしくはもうかき上げてあげるとかで、ウェーブ下はウェーブの効いたデザインっていう風にしてあげるとセクシーに見えますし、丸みも程よく活かすことができます。フェミニンさんの似合う、ヘアアレンジはハーフアップが代表的です。ハーフアップだと結構全体的な印象として大人っぽくも見えながら、女性らしいロングの襟足に伸びた髪の毛っていうのがセクシーに見えるっていうので、非常におすすめしたいヘアアレンジの一つですね。では続いてスエックス様がフェミニンということで、実際にフェミニンさんのお洋服を着てみたらどんな風になるんだろうっていうところをちょっと検証してみたいと思います。実は事前に笑顔の写真を拝借させていただきましたので、こちらでコラージュさせていただいて、フェミニンさんのお洋服とマッチングさせてみました。ちょっと笑っちゃうかもしれないんですが、こういった感じです。かわいいでもまあ分かりやすいですよね。全体的にスタイルでやっぱり女性らしい感じ、フェミニンスタイルになってきます。このレースが効いてて可愛らしい、華やかに見えますし、これは柄でご紹介したようなドット柄が丸みを帯びています。可愛らしくなってます。でふんわりとしたトップスですね、カーディガン。こちらもブラウスはふんわりとしていて女性らしい印象、足元は足首出して華奢に見せると。ちなみに ZX 様はパーソナルカラーがサマーで、2番目に得意なのがウィンターさんなんですけど、この辺だともうサマータイプの色味にバッチリハマってきますので、もうこのまま
行けば顔写りもいいですし、お洋服のテイストも似合ってくるので、とてもよくお似合いになるんじゃないかなと思います。この辺の黄色も、まあ、これはパーソナルカラーの話になってしまいますが、ちょっと蛍光色があってレモンイエロー、軽やかな感じに見えるので、これもパーソナルカラー的には OK、 グッドです。なので全てのコーディネート今すぐにでも着て出かけたいくらい似合ってます。すごくかわいいフェミニーさんになるんですけど、フェミニーさんが寄せやすい顔タイプのファッションテイストっていうのが存在します。まあ、それが同じ大人顔のこのソフトエレガントさんとエレガントさん、ここは、寄せやすいとされてます。フェミニンさんとの違いは、この2つは直線的要素が部分的に入ってくるということです。フェミニンさんはもう丸みでふんわりデザインが得意。2つのタイプというのは直線と曲線が両方ミックスされるので、フェミニンさんよりかは甘さが少し抑えられた上品なテイストになってきます。ソフトエレガントさんとエレガントさんの違いはパーツの大きさの違いです。パーツの大きさの違いといっても、あの目鼻立ちが結構重要になってきて、目が大きい方、目とかの鼻の大きさが大きくて華やかに見える方っていうのはエレガントなファッションが似合いますし、フェミニンさんが寄せやすいのはこの2つですね。で、実際にこのソフトエレガントさんとエレガントさんのコーディネートもコラージュしてみました。ちょっと順番前後しちゃうんですけど、まあ、こちらはエレガントさんですよね。ソフトエレガントさんです。で、フェミニンさんと比べるとちょっとですね、素材感が硬くなってきたりだとか、厚みがあって硬くなってくるようなデザインだとか、あと結構色味ではっきりして見えて華やかに、すごい大胆に華やかに見えたりだとか、このソフトエレガントさんも、スカートとかは結構これサテンとかでできていて、ふんわり女性らしいというよりかはこうクールですっきりとしたデザインに見えてきてます。甘さというよりかはちょっとこう上品っていうのが先行してイメージ的には強くなってきますね。で、バッグとかも結構四角く角張ってきます。で、センタープレスががっつり効いていて縦のラインが強調されてきます。こういうところで直線的要素が加わってくると、ソフトエレガントさんとかエレガントさんみたいなファッションになってきます。ソフトエレガントさんだとパーツが普通サイズから小さめのサイズになってくるので、基本的には、柄は無地とかすっきりとしたシンプルなデザインがお似合いになってきます。反対にエレガントさんっていうのは、まあ、色味もそうなんですけれども柄も大きい、華やかに見えるっていうのがポイントになってきます。セックス様は目鼻立ちがとても大きくてはっきりとされている顔立ちをされているので、エレガントさんでも寄せやすいと思います。どちらも大人、いずれのファッションも大人っぽいということには変わりないので、ぜひ大人で綺麗めなファッションスタイルを楽しんでいただけたらと思います。先ほども冒頭ら辺でちょっとお伝えしたんですが、フェミニンさんは、まあ、ボーイッシュだったりだとか、まあ、カジュアルすぎたりだとか、クールなスタイルっていうのが苦手にはなってきます。
なので、まあ、こういったファッションっていうのは可愛いんですけれども、ツエクス様の魅力を最大限に生かすという面ではちょっと物足りなさを感じる。やっぱりそうですね、あんまりここにやってないですね。なので、まあ、こういったファッションよりかはこうちょっとやっぱりね、こういったフェミニンスタイルの方がすごい可愛く見えると思います。うん、今日の診断は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. We have been coming here for many times. We have head spa videos with them and color analysis. And today I got face analysis, which is finding my type. I'm feminine, more feminine look and clothes suit me better. You can find out what kind of look is your best.Including earrings, bags, shoes, clothes, colors, and shapes. There are so many types. Mine is feminine. Other types are like cute, elegant, soft elegant, boyish, and many more. So mine are feminine and elegant.And soft, elegant clothes, accessories suit me the most. That's really helpful to look your best. When you come here, they take a photo of your face. They analyze it, everything like your eyes, nose and mouth and the shape of your face and everything. What kind of hair types will suit you? They will analyze all those things. You can send them your picture beforehand, or when you come here, they can take a picture of you and analyze it. We didn't show that part because it's their secret part. Personal color analysis can be done for a man and woman, but this face analysis is done for only women. Foreigners are also welcomed, and I hope you will find this very helpful. They have online service also. If you don't live in Tokyo or if you're from other countries, you can contact them through Instagram or their website. There is an online service you can get. When you come here, mention ASMRTwix in the beginning of your session and you will get 10% off. I hope you will come here. And there is a head spa also, which is my very favorite thing. You can get both at the same time. And if you're interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye!